すごいお腹のおっさんです。はい、今日はこの明治さんの作ろうキノコの山、これをやってみたいと思います。さあ、それではこれをお湯で温めたんで、これをやっていこうと。まあ、こんな感じで出てみようかな。じゃあ、まず温めとこう。なんか50度ぐらいって言ってました。で、これを開けていきます。あ、なんだこれですね、これね。はい、これを溶かすという、溶かすじゃねえか、温めれば柔らかくなるそうなんで、ここにお湯があるんで、ここに入れていきたいと思います。よし、よし。で、時間的には50g で、時間かけてねえな。やけどに注意ですね。うん、これで今度ここに、これをこう置いといて、ここに入れていくみたいですね。ここにね、なんかいろいろとね、形をね。それでこのお菓子をこう入れていくということで。で、それが終わると、冷蔵庫で、30分ぐらいですかね、これね、固めるということです。さあ、それでやってみたいと思います。じゃあ、ここにいる、この辺とか、この辺をトライしてみたいと思います。じゃあ、やってみます。まずこれお菓子を開けて。なってますよ、こんななってね、いきますよ。で、これ熱いからね、じゃあまず茶色、よし、じゃあこの辺に、よし、茶色を入れて、ね、これも下を茶色にして、こうやって今度は次ピンク、ピンクやってみます。茶色とね、ピンクと白がありますね、これはね。あ、これ切れないな。あ、よし、でこの上にピンクを垂れ直すということで、よし、これもこのピンクを垂れ直す。とりあえず2つ作ってみよう、先にあったかいうちに。よし、おっさん説明書6に読んでないからダメか、これ。これなんかだ、あまり型なくなっちゃうんだよ、これね。そうするとね、うん、はい、白ですね。この白を混ぜて、あれ、羽よし。で、一番下にこれ傘を作ろう、茶色。で、白を入れて、一番上にピンクと。もうピンクなくなっちゃった、使いすぎた。あー、ピンクないもん、どうしよう。さあ、これをやったら、チョコレートね、スティックの白と茶色と、茶色とかチョコレート色か、ピンクのはもうなくなっちゃったんで、なんだか、お菓子余っちゃいました、こんだけ。なので、30分冷蔵庫でやってる間、暇なんで、もうこれ食っちまう、もうな、食っちまう、もう一気にな、これもう、いただきまーす。うん、うん、うん、おいしいな、バタークッキーみたいな感じで。30分経ちました。それでは撮ってみましょう。まずこれから、あら、おお、キノコ、キノコじゃない、おお、曲がってますけどね。おお、おお、いい、うまくできてんじゃねえかこれ。はい、これこれこれ、おお、おお、おお、いいね、いいね、曲がってる。一応傘の、まあいい感じですよ、3層になって。これ転生かな、天才かな。おお、まあちょっと なってます、一応ね。うん、あら、ほら、キノコの山って書いてあるね。これすごいね、できてますね、これもね。さあ、これは、ああ、一応こんななってますね。まあ
あれですけどね。まあこれと見比べてもらってもこれですね。こんな感じで、これがこれなんだこれ。ああこの辺ですね。これそうですね。チョコレート足んないねこれね。だいたいねなくなっちゃうんでね、こんなのね。うん、でこれがこれですね。キノコの山だよね。うん、あそっか、下に茶色く打つのか、だから見えないんだ。まあ説明書よく読んでねえからほんとダメだな。おっさん使えねえやこれ。ダメだこれ。いや一応こんなのができました。はーい、じゃあこれを1個じゃあまあ食べさせていただきます。そうだな、これ食わしていただきます。いただきまーす。うん、あ、おいしい。うん、いいですよ。うん、これも、うん、きのこの山。うん、まあおっさん的にはあれですね、こうやって遊んで作るのもいいかもしれないけど、でもどうなんですかね。子供の頃物食べるとき遊ぶなって言われたんですけどね、母親にね、怒られたんですけど、今はこういうものがあるんですね。時代が違うのかな。うん、子供の頃はねご飯食べてて、ね、遊びながらご飯の中で何やってんのバチーンですからね。もうねそういう母親でしたからね。まあね、うん、しつけには厳しかったっていうか、まあ昔はそういう育て方したんだろうな。今はねこうやって遊びながらやっちゃっても大丈夫な時代、いい時代になったのかなこれがね。うん、まあ一応今日はキノコの山作ろう、キノコの山、おっさんが遊んでみました。それでは皆さん失礼いたします。